まあ、ケーラ小川マッサージで自主トレーニング自主練習というのがありまして、それをさらに強化したものもあるんですけども、今回はどちらかというとフェイスエクササイズというか、よくあの本でも今出てますね、フェイスサイズとかフェイスサイズとか、なんかそういうのを作られてやられてる方いると思います。まあ昔からあったパターンです。で、筋肉にこう意識しながらですね、それを鍛えていくっていう感じですね。まあもちろん顔の筋肉だけではダメなんですけども、その意識してやってもらうということです。で、結構これはあの慣れてない方にとっては最初辛いかなと。で、まず一つ目、目元ですね。目元の筋力トレーニングをやってみたいと思います。目元というのはこう年とともにやっぱりだんだんこう上まぶたがこうね垂れてきてこうなってきて、いきますよね。で、それをこう鍛える。で、上まぶたがこう垂れてくる。で、下のこの、なんとか袋で言いますよね、こう涙袋やったっけ、うん、がこうだんだん大きくなってくると。で、ここをこう鍛えていく。で、まあ、こうやっぱりシワがねやっぱり出てきますので、まあ、これをこうシワがいかないようにやっていこうということで、この目の周りというのは、眼輪筋っていうのがありますよね。眼輪筋、目の輪はですね、で筋肉、眼輪筋というのがあります。で、そこをこう鍛えていくっていう感じです。だから鍛える顔の筋肉って本当に薄いですし小さいので、鍛えるとか顔のエクササイズって言われてなんかこうガッガッガッってやらないといけないのかと思いますけど、まあ、そんなことはないです、まあ、ちょっと意識するだけでも全然違うっていうことですね。例えば目をこう動かすだけでもこう全然違うんですけど、皆さんこう目を動かせますかね。目ん玉を、目ん玉をこう動かしてこうキューってこうやって真ん中にこう寄せといて、こっちやってこうやってこうやってですね、同じ動きでいいんですよ。まずは同じ動きです。まずは最ピッキュ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 ッ。で、今度ぐるん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 ってこう練習をちょっとやってください。まず目の動きを。これだけでも結構疲れるんで、目の動き、眼輪筋を。うん、いいですね。OK です、うん。これだけでも、そう、クラクラ、またクラクラしますけどね。うん。あと、さっきやったように、こう、ギューンって真ん中に寄せて、で、左見て、左から真ん中、真ん中から右。ですね。そう。それも目の眼輪筋を鍛えてるわけなので、まあ、これも一つあの大事なトレーニングの一つです、うんうん、練習してみてください。で、目をこう私のようにあの美しいあの清らかな目を作るためには、ね、日頃の生活ももちろんですけども、目の筋肉を鍛えてるからこそあの少年のような目を私は今も維持しているということですね、はい。ではこの眼輪筋ですけども、もちろんまあ我々は経絡を使っていますので、まあ、経絡へのアプローチもちょっとお話をしながらやってみたいと思うんですけども、眼輪筋をやるときですね、どうやってやるのかってことなんですけども、この人差し指と、親指を使います。で、人差し指でここにこう眉毛の上あたりにこう手をこう当ててもらって、親指を目の下にこう当てます。で、こういう感じですね。で、ちょっとですね、こうこの人差し指をちょっとこう上にこうグーッとちょっとだけ上げるって感じ。あんまりこう注意してね、あの時々効果を上げたいなと思って思いっきりグッとこんなんする人いるんで、こうやったらこう反対にシワがいっちゃうんで顔に。そう、もう軽くでいいんで、こう置いといて、ちょっとこうグワッと、ちょっとだけ、グワッと言うとあかんね。ちょっと上げるぐらいですね。ちょっと上げるぐらいです。はい。で、これで目を上に見るんです。そうです。上の方に目をグーッと見ます。グーッと見ます。そして今度、下の目を
下のまぶたを上の方に上げて目を細めます。こんな感じです。完全に閉じちゃいけないんですか？そうですね、閉じたらあんまりなんで、そのキープするっていうか、指は動かさないです。指は動かさないです。自分の筋肉だけ、顔の筋肉だけ。そうです。手を、眉毛のちょっと上あたり、眉毛のちょっと眉毛よりも上、ちょっと上かな、うん、ちょっと上をこう上げるって感じかな、うん、でまずこう目を上に上げてください。ずーっと目を上に上げて、思いっきり上でもうひっくり返るぐらいまで、うん、これ指を上げ、ちょっと上げてください。はい。ちょっと上げてください。ちょっと上げといて、ぐーっと上げる。これで上まぶた、動かしますよね。で、今度、下からこう、目を閉じるとなったら、下まぶたが上がってくるんで、それで下まぶたがこう、ピリピリピリっとくるって感じですね。目が乾きますね。あ、ちょっとまあ、無理のないように。うん。閉じてください。うん。そう、熱いんですよ、これ。結構これだけで暑くてどうですか？もう疲れてるのに一発目で肩が凝るんですけど、ちょっと力入れすぎかもね。ちょっと軽く、もし肩荒れたらこうやったです。本当は姿勢を正しくしたいんで、ちょっと背中曲げないような、ちょっとお尻をこう後ろ下げるなりして、こうしてもらってやってもらってもいいかもしれないです。上をぐーっと見て、もっきり見て、で下まぶたを上げてきて目を閉じるって感じで、そう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 です。息を普通にする。そうですね。これ息もしながらとかいろいろ考えると結構大変ですね。うん、息はまあ普通でいいです。普通でいいですけども、うん、これだけで結構こう疲れると思うんですよね。でここっていうのは膀胱系っていう経脈がここずっとこう走ってますの で, でここをやっぱり気 の, あの巡りを良くさせることによって、ここの筋肉を引き締めるっていう効果が あると言われています。で目の下ですから、ここは胃経というね、陽明、足の陽明胃経と胃経、胃の経脈がこう流れてますよね。こういうふうに後からまた出てきますけども、胃の経脈がこう流れていますので、そこのそこまで引き締めるっていう必要があるので、胃の働きを良くするというのも重要になってきます。でそれが結果、目元、下まぶたから頬、後から頬も出てきたりしますけども、頬、それから顎のラインですね、それで今日やる前に皆さん自分でこう、あ、そうか、写真を撮ってもいいかもしれないね、うん、帰る頃には皆さん石原さとみになって帰れるんで、ちょっと自分で写真撮ってみてもいいかもしれないです、うん、ちょっと撮ってみてください。